アレクサンデル・アレクサンドロビチ・マヨロフは、ロシア出身の男性、スウェーデンの元フィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピックスウェーデン代表。2011年世界ジュニア選手権3位。ロシアのサンクトペテルブルクで生まれ、アレクサンデルが1歳当時家族で、スウェーデンに移住した。スウェーデンとロシア両国の国籍を保持し、スウェーデン語、ロシア語、英語、ドイツ語を話す。 ルーレオ工科大学で理学療法を学んでいる。スウェーデンオリンピック委員会の強化選手。父のアレクサンデル・マヨロフシニアがコーチ。母のイリーナ・マヨロアがコーチと振付師を務めている。父はアレクセイ・ヤグディンの最初のコーチ。母はルーレオでダンスバレースクールを経営している。9歳年下の弟ニコライ・マヨロフもフィギュアスケートの男子シングル選手である。 2005から2006シーズン、ジュニアグランプリシリーズにデビュー。シニアの ISU チャンピオンシップスデビューは2009年の欧州選手権だった。背中の怪我のため2007から2008シーズン後半の大会を欠場した。2010から2011シーズン、NRW 杯、アイスチャレンジと立て続けに、シニアの国際大会で優勝を飾った。 しかし、スウェーデン選手権では3位となったために、ヨーロッパ選手権の代表には選ばれなかった。このことで、Facebook 上で、スウェーデンの連盟への批判とスウェーデン人に対する人種差別発言をし、後に謝罪をする事態となった。その後、ノルディクスでは優勝。世界ジュニア選手権では、銅メダルを獲得した。スウェーデンの選手が、 ISU チャンピオンシップスでメダルを獲得するのは1937年にビビアンネ・フルテンが世界選手権で銅メダルを獲得して以来74年ぶりの快挙だった。前述の実績を評価され世界選手権の代表に初選出された。2011から2012シーズンシニアに移行しグランプリシリーズに参戦した。スウェーデン選手権で 初優勝を果たし、ノルディクスは2連覇。世界選手権は SP でジャンプを2度転倒し、FS には進めなかった。前年も2度ジャンプを失敗して FS に進めておらず、苦渋を舐める結果になった。2012から2013シーズン、ワルシャワハイ、ニューイヤーズカップ、ノルディクスと国際大会3度の優勝。欧州選手権では SP。 FS の両方のパーソナルベストを更新し、自己最高の6位に入り、スウェーデンの出場枠を3年ぶりに増やした。世界選手権では初めて FS に進出し18位だった。2013から2014シーズン、自身初のオリンピックとなる2014年、ソチオリンピックでは SP で83.81点、FS で141.05点を獲得。 1980年レイクプラシッドオリンピックでのトーマス・エーベリーと並ぶ14位と検討した。2014年8月に右膝内側半月板の手術を受けた。その影響でエントリーしていたグランプリシリーズは2000とも欠場、またスウェーデン選手権も欠場した。欧州選手権は11位。世界選手権は23位。2015から2016シーズン。 6月に高知でも、ある父が MDS であることが分かった。その後、病気は、急性白血病へと移行した。マヨルフは、骨髄移植のドナーを務めるために、自己採血を行った。二度目の自己採血を理由にロステレコム肺を欠場。増血管細胞を採取する手術での痛みで、練習が詰めないため、スウェーデン選手権も欠場を発表した。世界選手権は、 骨盤の疲労骨折の初期症状が見つかったため、欠場を発表した。2016から2017シーズン、欧州選手権では4年連続5度目の11位。世界選手権では23位だった。2017から2018シーズン、平昌オリンピック最終予選のネーベルホールンハイで、銅メダルを獲得し、スウェーデン男子の出場枠を確保した。 欧州選手権では7位に入り5年ぶりに順位を上げた。オリンピックに出場するためにはスウェーデンオリンピック委員会が設定した派遣基準の総合得点258点をこのシーズン突破する必要があったが達成することはできなかった。出場単元への署名が1万5000件近く寄せられたがスウェーデン男子の出場枠は返上された。世界選手権では 自己最高の12位の成績を収めた。2018から2019シーズンは現役引退を発表してシーズンが始まった。スウェーデン選手権では6度目の優勝。欧州選手権では8位。最後の ISU チャンピオンシップスとなった世界選手権では18位だった。2019年4月14日、正式に引退を発表した。ありがとうございます。